にちは、ゴッドコータンです。今回はクンさんのメンバーシップのサーバーにやってきました。でもってゴッドコータンがクンさんの代わりにこのサーバーで企画をやりたいと思います。企画の内容はこんだけ今メンバーシップにいる人たちがいるわけですけれども、この人たちでコウタウン作ります。僕の町です。まあ離れたところにさ、コウタウンっていう名前の町を作りましょうや。今日はそういう動画です。よろしくお願いします。早速やっていきましょう。皆さん集まって、どこにいるの？てかみんなは、あんまりメンバーシップのサーバーはさ、よくいるっちゃいるけれども、あんまりサバイバルらしきことはしてないからさ。こっちに看板があって、でこっちが倉庫みたいですね。この地下の方に倉庫がたくさんあるわけだ。どうしたの？エインスタインムンさん。あ、じゃがいもありがとうございます。そうそう、メンバーシップでさ、参加勢さんが歩いているとですね、みんなは参加勢だっていう気なのか知らないけれども、たくさんアイテムをくれるわけですよ。なので僕は何を持っていないふりをしてそこら辺を歩くわけですね。すると多くの人たちは僕に恵んでくれるわけなので、意外と物資を持っていたりします。あと HP0.5 とかで歩き回って間違えて殴った人がさ、僕のことを殺したりしてさ、でごめんなさいってチャットをするのよ。そこを見るとちょっとね、似合ってなっちゃうよね。おほって。遠くに行こうか、とりあえず。この辺りはさ、初期リス地点でしょ？どうせコウタウンを建てるんであれば、もう少し離れたところの方がいいかもしれないな。待て、決めよう。あそこに、ほら、コウタンのね、お墓があるんですよ、ここ。ゴッドここに眠るって言って。で、このゴッドが、こうやって見ている方向。この見ている方向にコウタンを作ろう。そっちの方が気が合うっていうか、粋な計らいっていうのかな。そういう雰囲気っていう、なんていうんだっけ、そういうの。おしゃれ。そう。こっち側にまっすぐ行きましょう、皆さん。こっちですよ。ちょうどまっすぐ行った先は、特にこれといって盾、殴るな！違う！メンバーシップ入ってくれてる方はお金払ってるから殴るなとか言っちゃいけないな。殴らないでいただけるととてもありがたいですって言おう。あ、いいね。ここら辺特に人、ここら辺特に人がいない。あの山の上とかにする？いいな、山の上にしよう。こっち誰かのお家があるもんな。このお家が警官が損ねられちゃ困るからな。殴れ。うるせえ。殴っちゃダメ。僕がリーダーだぞ。僕がクンさんだぞ。僕がクンさんだから、みんなクンさんのことを殴ってるってのと同じだからな。僕がクンさんだ。僕がクンさんだ。やめて。ごめんなさい。調子乗った。ごめん。許して。やめて。みんなが一番。みんなクンさん。みんなクンさんだよ。ちょ、な。前に行けない。いや、僕はアスレチック前から行けるよ。くそ。上に行けねえ。上に、行けねえ。一番上だ。バカと煙が高いところが好きって言うけど、高いところの方がいろいろと景観がいいからな。建物を高いところに作るっていうのは、それだけ賢いんだよ。だいたいお城とかもさ、織田信長だってあれだよ。和風のお城を建てるとき、高いところにやってたじゃん。わざわざ石でさ、高いところに組み立ててさ、でその上にでっかい城を作るわけですよ。で、織田信長は頭悪いかって言ったら、ここら辺に作りましょう。コウタウンをね。あ、待って、インスピレーションじゃなくて、天からね、アイデアが降り注いでくるわ。ここら辺に、どうだろうな、山の壁面に、崖建築で行こう、崖建築。木材だ。松の木材で道をこう作るんですよ。で、石レンガだとか、そういった建物で、壁に家が埋まってるような形だね。ぶっちゃけコウタウンっていう名前にはしてるけれども、メンバーシップの皆様方が作りたいお家の形でいいですよ。僕は自分の顔が好きだから自分の顔を作るけれども、でも自分たちが作りたい家の形があればそれでもいい。ゴッドコウタウンだから。シンゴ？いや、知らん。あれだよ。それは違うよ。あるじゃん。日本に似てるさ、緑と白の国旗。あれ日本って言うか？違うでしょ？僕は日本なの。で、シングはあの緑と黄色のあの国旗なのよ。あれのこと日本って言ってる他の国の人いたら嫌でしょ？なんかムカつくでしょ？そういうことよ。木が速攻なくなっちゃう？なんかみんな木をさ、知ってる人いませんかね？どこにどんだけ木があるか。まああれだ。仕方ないな。ここは企画のためだ。例
たとえどっか知らない人の土地だったらから、あ、ダメだ、メンバーシップ内で盗っ人とか良くないことだな。じゃあ自分たちが知っている武士とかを集めて、あ、いいね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 、それですよ、それそれそれ、素晴らしい、白樺の木材で僕の顔を作るんですね。羊毛とかコンクリートブロックだとかがない時には、こういう白樺とか土ブロックを僕の顔の色と当てはめるわけですよね。石蓮が誰が集めてくれた？すごいな、ありがとう。じゃあお家を作ろうか。じゃあ僕を作るわ。やっぱ指示する人が先に作ってあげることによって、みんながどういった方向性で作ればいいのかとかがなんとなく理解できるわけだからね。これは物をね、相手に指示する人が先に作るっていうのが一番いい。総理大臣だってどの人よりも一番頑張ってるからな。と、ファシズムってやつだ。ファシズムってなんだ、ほんまか、ダメ、そこで疑問を持ってしまうとあんまりよろしくない。自分たちが作りたいお家を作ってもいいんですよ。あくまで僕は指示をする側なのでね。ありがとう。ありがとう。みんなありがとう。いやー、メンバーシップにいる人たちはみんな親切な人が多いな。みんなも入ろう、メンバーシップ。普通のマルチプレイのサーバーだったら治安が悪くて、自分のお家を作っていても誰かに荒らされる？泥棒が起こってしまい、せっかく集めたネザライトの装備が取られてしまう？安心してください。メンバーシップサーバーはそのようなことはほとんどありません。ここで重要なのがほとんどって入れることです。そう、平和なんですよ、平和。さっき殴ったやつ誰だ？ぶっ殺してやるからな。でもって、このメンバーシップサーバーでならば、皆さんは平和なマインクラフトが、でもお高いんでしょ？心配ありません。なんとメンバーシップの。お金ってどんくらいなの？このメンバーシップって僕入ってないからわかんないんだよね。5000円くらい？ 3000 円？多分さ、3000、3000、そう、一昔前のマインクラフトと同じくらいの価格ですよ。そこら辺のマーケットでカレーライスとかタコパとかしようとした時に払うお金あるじゃないですか。あれよりも安いんですよ。そこら辺の映画館で映画を見るよりも安いの。映画館を見るときに必要なお金って大体2000円とかですよ。そこで得られる感動っていうのは一瞬です。ですけれども、メンバーシップのマインクラフトをプレイすることによって、なんと1ヶ月もの間映画1本見るのと同じくらいの感動を得ることができるんです。これは僕個人の感想だから、全員が全員そうとは限らないよ。ただ僕はそう思ってるだけね。そうだ、毎月パーティー開くの？なことはない。でもメンバーシップでは毎月とは言わずに、まあ1週間に1回かな、定期で参加勢がこのようにね、代行配信っていうのをします。これ実質パーティーと言えますよね。なので皆さん、参加勢と交流を持ちたいだとか、参加勢と一緒にマインクラフト遊んでみたいって方は、ツイッターの DM とかで、コウタンさんアスレチックでバトルしましょうとかじゃなくて、メンバーシップに入りましょう。すると、メンバーシップでゴッドコウタンがいて、アスレチックしませんかって言ったら僕は、あ、いいよって言うかもしれません。何か作りませんか？何か作りましょう。そっか、作ることがないからみんなうろきうろろしてるのか。僕が何かしらでかい目標みたいなのを立てた方が良さそうだな。ここら辺にお家を建てようっつっても、どういうタイプのお家がいいのかわからないもんな。まあ、僕はさっき言った通り、壁に埋まってるタイプのお家ってのは、まあいいんだけれども、ただ真ん中にでけえお城は建てたいよね。コウタン国？コウタン帝国？ゴッドコウタン？まあ、いろんな呼び方があるとは思うけれども、ちょうどこの石レンガが建っているところかな。この石レンガが建っているところにバカでかいお家を建ててあげましょう。じゃあ、クンさんがさ、よくやってるあれやるか。設計図ってやつだよ。間違えて、ツイッターのブックマークとか映さないようにしないとな。こう山があるじゃろ。今みんながいる場所はこういう感じな。で、ここら辺に木材でさ、床を作ってやるんだよ。ヤギとかがさ、壁によくわからん立ち方で、こう立ってるやつ。あんな感じの雰囲気だよな。アラスカっていうのはああいう場所わからんけれども。で、こう茶色いさ、松の木材がいいかな。お家。まあ、ここは便利上黄色でお家を、家を建てて見にくいな。青色で家を建てておくか。こういう感じね。このお家たちはみんな壁に埋まってる形です。穴の中に内装があるわけですね。こういう感じでお家が壁に埋まってて、今埋まってんの分かってっからな、僕は。こうやって茶色い松の板材の床と、そして石とかで木材でもいいけれどもお家を建てる。そしてこの真ん中に佇むは超巨大な立派なお城です。黄昏の森をやったことがある人いるかわからんけれども、あれにはリッチタワーっていうお城があるんですよ。あの城の形状が大好きなのでね。だからこういう一本の石レンガの柱に何本もこう枝分かれしてる感じ、イメージでいうところの木の根っこを逆さまにしたような感じかな。で、この一個一個のブロック、これは石レンガの豆腐パンチでも構いません。変に屋根を掘る必要はありません。ここは、別に掘らなくても大丈夫。建築に得意じゃないでよって人も、石レンガの柱。で、周りに、
枝分かれしている形で、ちっこい家が。ちょっと待って、僕死ぬ。バカ。悪ふざけで人を殺してしまったら、シャレにはならないよ。で、真ん中をこうして、で、一番上に僕の顔を作ってあげると。これ、完璧な普段ですね。これが理想の高誕生です。枝分かれしてるなら、我、あー、ワドとかのスキンね。あー、ありがとう、DD さん。DD、ありがとう、DD。年下は、3つけなくていい。年下に3つけてる大人の人って魅力的に映るから、やっぱ3つけよう。おい、誰だ、僕の顔。この、不細工な、気持ち悪い、家畜以下のゴミみたいな、そんな、頭に、した。バカは。うわあ、誰か直して。ゴッドコータンはクンだぞ。クンの命令は絶対だからな。みんな直してね。僕は直さない。うわあ、直してね、誰か。そうだ、メンバーシップの人がチキチキに作ったから直すことはできない、僕の手ではな。画像をね、隠せておく必要があるんだよな。画面の右上に表示させておくよ。もし見たくなったら、スマートフォンで画面を拡大して、で、その都度見てくださいね。で、この、せっかく作ってくれてなんだけれども、ここを石レンガで囲みます。真四角の石レンガですね。石レンガ、これ使っちゃうか。この壁を、あ、ごめんね、殴っちゃった。こういう感じ。どいてみんな。どいて。組んだぞ、僕は。どいて。僕が、クソ！ああ！で、これで高さは、だいたい、12、13。待て、違うな。今日中にこれ作らないといけないわけだから、あんまりデカすぎるプロジェクトは失敗してしまうな。じゃあこのぐらいにしとこっか。ものすごくクオリティというか、規模感を小さくしとこう。3、4、5、6、7。ここを頂上としよう。気持ち少し小さめって思った方いると思うけれども、仕方ない。今日中に作らないといけないからね。クリエイティブが使えれば今日中にできたら、あ、僕が死んでしまった。誰かアイテムを取って、あ、よしよし。やっぱ民度がいいですね。普通のサーバーだったら誰かが取ってしまって、そのまま一生自分の元には戻ってこないですよ。ですがこのサーバー、お金を払って参加している方が多いので、いや、てかお金を払って参加している人しかいないので、落ちたアイテムは必ず自分の元に届くと思います。日本みたいですね。警察に届いたものは必ず持ち主の元に帰るんですよ。朝日さん、それいいですね。お城にさ、ある端っこのあれだよね、こうわかるよ。こういう時に語彙力がないとな、寂しいよな。クンさんは大卒だから語彙力があるんだよ。コータン、シンゴの顔に。ダメだよ。これ、あれだよ。僕は、普通に、あれだからな。壊すぞ。僕は、メンバーシップの人が作ろうが、自分の、あれ待って、なんか可愛い。あれ、自分の顔か。一瞬 EV の顔に見えた。キモ！なんだこいつ？なんでシルバーフィッシュこんな湧いてんの？あ、そうですよ、これ。山岳バイオームの石にはごく稀にシルバーフィッシュっていう、こういう虫みたいなやつが湧いてくるんですよね。だからこういうところに石建築を作るのってあんましよろしくないのか。おかしくね、普通こんなシルバーフィッシュ湧くか。え、なんでこんな湧くの。これ丸石って書いてるけど、マインクラフトインフェステッドコブルストーンって書いてるな。丸石がコブルストーンで、インフェステッドってのは、てか、この丸石さっき DD が渡ってきたやつじゃないか？これ DD さんが仕掛けた爆弾ってことか。悪いやつじゃな。やっぱ DD には3つけねえわ。DD ってやるわ。めっちゃシルバーフィッシュ湧くじゃん。やばいって、これどうやってやったらいいんだ。うわあ、うわあ、僕に責任がなかったら今すぐにでも投げ出したい事象だけれども、僕は責任者なのでここで投げ出すことはしませんよ。え、昨日クンさんが入れてた？クンさん、あなたか。ダメだよ、それは。クンさん、うわ、マジか。うわうわ、それ、うわ、良くないやつだ。うわ、しかも、悪質なのがさ、これ、丸石ってわざわざ金床で名前変えてるじゃん、わかる？こっちが本物の丸石、こっちが名前を変えられた丸石、微妙にフォントが違うんだよな。丸石、変えられた方が斜めになってるよ。気持ち悪いね。そうだよ、虫が嫌いな人も多いんだからな。メンバーシップの人には最高のおもてなしをするべきなんだ。こういう日本的なおもてなしの文化をね、って考える。こういう参加勢がいるんですよ、ここに。そんな参加勢と会えるメンバーシップもここだけなのです。あ、いいですね。こういう感じで素晴らしいですよ。なんか建築しようっつってもな、しにくいな。真ん中ちょっと破壊され、シンゴットシティようこそ。
つ重い。めっちゃ重いって。待って、シルバーフィッシュ入りの丸石を使うのをやめなさい。今すぐだ。丸石の、ちょっと斜めってるフォントのやつを使うとはダメです。厳罰に処します。誰かピースフルにできる方はいませんか？ピースフルにできないか。どうしよう。どうしよう。ゴッドタウンが滅びちゃう。違う、ゴッドタウンじゃない。コウタウンが滅びてしまう。誰かこの中に OP を持っている方はいませんか？ピースフル多分ダメ。あ、多分ダメなんだ。そうだ。メンバーシップはとても自由なサーバーだから、こういった敵対モブをもペットにできるような、そんな人たちもいるかもしれない。メンバーシップに入っている人たちのことを考えて行動しなければいけない。参加勢の方はみんなメンバーシップに入っている方のことをね、思っているからね。メンバーシップの人がどういうことをやっているかとかをいちいち考えているので、軽率な行動はしないようにしているんです。ポーター、ここやばい。マジか。TP、あれ。TP できない。そっか、僕 OP がなかった。OP がないから来てって言われてもできないよ。どうしよう。これ責任者誰？チンゴじゃない？だってさ、チンゴットタウンって書いてたよね。ねえ。これは、シンゴだよ。うまくいったら僕のせい。失敗したらシンゴのせい。まずいよ、ラグいよ、どうしよう。誰かピースフル。なんでそこでみんな離れて見学してるんだ。バカだれ。なんとかした方がいいですよ、あれ。あとあれ、口が。あ、なんで可愛いか分かったわ。口のサイズが違う。やばい、みんなラグくなってる。どうしよう。OP 持ってる方。OP を持ってる方いませんか？コウタンさんどうなってるんですか？え？シンゴさん、あなたの町がシルバーフィッシュに汚染されてますよ。あなたが責任者です。僕じゃないです。だってさっきシンゴットタウンって書いてたもん。そう、こうなったらあれか。場所を移すか。あ、そうです。実はですね、メンバーシップサーバーにはですね、こうサーバーと打つことによって、選ぶことができるんですよ。皆さん、ハブに来てください。ハブに来て、先ほど大暴れしてしまったのがこちら、サバイバル1なんですね。で、重たくなってしまったと。では、どうするべきか。こっち側のサーバーで、萎えてしまったな。ネザーで探索していて、溶岩に落ちてアイテム全部ロストしちゃった。あ、もうサバイバルやる気出ないって時は、こっちのサーバーに行きましょう。なんと、このメンバーシップサーバーには、サバイバルのサーバーが2つもあるんです。サバイバル1とサバイバル2です。もしもサバイバル1で、シルバーフィッシュが湧いてしまい、まともにサバイバルができなくなった。では、別のサバイバルのサーバーを使えばいいじゃないですか。ってことで、サバイバル2で、もう一度行きましょう。僕は責任者なので、ここで投げ出すことはしませんよ。今度は、シルバーフィッシュが湧かないようにね、気をつけましょうね。よーし、ここがサバイバル2です。先ほどのサバイバル1とは違い、少し牧歌的な雰囲気がありますね。松の木材を基調とした建物が多く、サバイバルの1とは違い、バイオームも違います。そして、ここがサバイバル2の倉庫ですね。あ、いっぱい来た。ほんとだ。見て。一番上のさ、ところ、オンラインプレイヤー100って書いてんじゃん。あ、ひねがきやっほー。つまり、ここにはオンラインが100人もいるんです。やめろ！僕がクンさんだ！あ、僕がクンさんだ！宿題いっぱい出すぞ。分数の割り算とか出すからな。いいのか？やめろ！小数点の掛け算とか出すぞ！3桁勝てる3桁の数字の計算出すからな。はぁ？あう！実際僕は分数の割り算できません。小数点かける小数点もできません。だから、ひねがきさんに勉強でマウント取ることができないんです。ほら、テンピ動かすぞ！やめて！そんなことしたら僕の頭が爆発しちゃうよ。重くなったやん。仕方ないよ。人がたくさん来るってそういうことだからね。こちらがですね、ブロックアイテム系となっております。おどんだって！すげえ！新50人クラフトで大活躍していた、レジェンド参加勢のゴドンさんと会えるサーバーが、なんと、メンバーシップサーバーなのです。メンバーシップで、ゴドンさんは最近参加型の動画出てくれないな。ゴドンさんのこと押してるんだけどな。これじゃあファンアート書けないよーって時ありますよね。そんな時、メンバーシップサーバーに来てください。なんとゴドンさんがいます。動いて生きて喋るゴドンさんがいるのです。伝説かと思われたあの参加勢と一緒にサバイバルができるだなんて。ねえ。何このプレゼンの力。やばない？なんか自分のこと褒めてあげたいわ。すげえや、僕。N 校でさ、コウタくんは、プレゼンテーションが上手いねって言われたのは、あれはおだててるわけじゃないってことよ。じゃあみんな行こう。ペラペラと口が回るね。言い方よ。いや、言い方はそれでいいのか。食べ物とかこのサバねえな。やべえ。あったわ。ははは。
このサーバーでもゴッドコータンは小敷のふりをしていました。たくさんの装備を持っているんですね。ありがたいことに。お、なんだなんだ。じゃあみんな、ここでもお城を作ろうか。決めた。さっきね、コータウン作ろうって言ってちょっと失敗だったわ。コータ城を作るのが失敗だったかもしれないな。正解はコータウンを作る、つまりは町を作ることが成功ですよ、この企画。あら、バレンタインチョコがハートになってる。いいね。ゴッドコータンの、なんだ、誰から殴ってくれてるやつは、違う、誰だ、殴っているやつは、だ。みんな行こう。必要なものは木材だとか、そういった物資です。そういった物資があれば、遠く離れた土地でも、誰ださっきから殴ってくるやつは、はや？これ、荒れたら責任者はコータンくん。違うよ。だって、メンバーシップで、こういうのを任せたいなーって、頼んできたのは、くんさんじゃん。ね。まあ、僕は何とは言わんけどね。責任者ゴッドだよ。あー、だって信号。やばいね、あんた。責任者だって。入って間もないのにかわいそう。じゃあ行きましょう、皆さん。はははは。まあ、行きましょう、行きましょう。全部全部。信号のせいです。これでミスったら信号のせい。あ、すげえ、ゴッドコータの顔になってるわ。じゃあ、こっち側行きましょう。やっぱゴッドって信号のことだったんだ。違うよ。都合が悪かったら信号のせい。都合が良かったら僕のせい。政治家と同じですよ。都合が悪かったら、下の、政治家じゃないな。まあ、汚い上司と同じ思考だな。自分の責任になりそうなことは、部下のせいにして、で、部下のいいことは、上司の責任になるんです。半沢直樹でもいけたでしょ？ということよ。まあ、行きましょう。最悪。確かにな。僕が同じことされたら消え散らかすくせにな。そういう汚らしいところが、よろしくないところだな。だからバレンタインデーのチョコレートもらえないんだぞ、僕。僕、ダイヤ持ってないです。貧しいです。あら、かわいいかわいいヘルスカさんが言っていますよ。そういう風にね、参加税が持ってないです、とかって言って、そしたらメンバーシップの人たちはお金とか、お金つかアイテムをくれるんですよ。そしたら参加税の人たちはペコペコペコってするんですよ。参加税に恩を着せられる、恩を売らせる、恩を買わせるっていうの。恩を売ることができるのもこのメンバーシップサーバーだけです。ちょうどこの草原バイオーム、いい感じだな。よし。ここら辺建物があんまりないので、ここら辺に作りましょうか。先ほどの崖の建築とは異なり、草原バイオームの建築のやり方はぶっちゃけましょう。自由です。はい。松の木が近くにあるので、いや待てよ。さっきのさ、あそこのホームの村、あそこは松の木材を使った建築が多かったので、ここでは多くの木材を使った建築をしましょうか。村によって建物の雰囲気を変えるというのがまたいいんですよ。ではここら辺に皆さん町を作りましょうね。町のイメージ、コンセプトだな。コンセプトイラストボードを作りたいと思います。皆さん見ていますか？はい、頭を巡らして、ここは草原バイオームです。そしてゴッドコータンたちがいるここに道を作ります。道の色は石レンガがいいかな。石レンガの方は高級っぽい感じだ。こういう感じで横長にさ、縦にこう道を作るわけですよ。でこっち側に入り口を作ります。ウェルカムって、ここウェルカム材ようこそコータンパークです。で建物をこういった形にね、道があって、まあありくれた村みたいな形ですよ。ブランチマイニングのやつを上から見たような感じ、商店街みたいな形でさ、建物をバーってバーって、これバーって、これ建物ね、バーってなんか雑になっちゃった。でこの真ん中にお城を作ったら良くないんだよな。じゃあこの真ん中には祠を作ろう。祠だ、いや銅像の方がいいかな。まあそれはどっちでもいいけや。はい、これ祠ね。でこれは町のシンボルです。ありましょうか。はい、わかりやすいかな。これがコータ村です。先ほどがコータウン、こっちはコータ村。わかりにくいな。なんかパソコンの基板みたいになっちゃった。なんだ、誰か助けて。僕は見せ物小屋じゃないよ。助けて、殺されるっていうこともないんですよね。メンバーシップに入ることによってそのような心配はありません。ああ、いいね。石レンガでこういう道を作るんですよ。作ってくれてんのはBE、マッサンさん。おや？ MCID の先頭に BE とついてますね。タブを見てみると、ところどころに MCID の先頭に BE とついている方がいるような、いないような。その通り、実は、このクンさんのマインクラフトサーバー、統合版も入れるようになったらしいですよ。なので、メンバーシップで、参加勢と一緒に、マインクラフトしたいし、参加勢が作った建築を見て回りたいけれども、僕持ってるの、まだじゃない？あ、まだなんだ。
メンバーシップのこのサーバーに入れるってのは本当だから。そう、観光サーバーってのがあるんですね。メンバーシップには。笑うな！笑うな！僕は必死にやってるんだ！人の失敗を笑うやつは良くないぞ。いや、いいよ、笑って。メンバーシップの人は金払ってくれてる。そう、メンバーシップのサーバーは観光サーバーとサバイバルサーバーがあるんですよ。確かに笑いことじゃない。ガチの詐欺ですよ、これは。いや、笑ってください。ごめん。相当前から BE です。やめて！そういうの良くない。あ、そう。この動画が出る頃にはきっと実装されていることですよ。PS4 でも A 入れます。スイッチでも入れます。スマホでも入れます。なんと、マインクラフトの統合版が対応している全ての機種で入ることができるんです。コータンさんはスイッチで参加してるんですか？僕は Apple Watch で参加してますよ。手首につけてるちっこい画面でマイクラやってんの。すごーい！でしょー？じゃあ、みんな作りましょうか。あ、いいね。木材を使ったお家。なかなか皆さんセンスがありますよ。では、僕も作りましょうかな。真ん中、こうあるんだよな。あ、じゃあ僕は、門を作っちゃおう。僕、直々に門を作ってみましょうか。あ、じゃあここに僕門作るわ。門の設計は任せておきな。ゴッドコーター門作るの結構得意だからさ。座標はこちら。214-142 です。覚えてね。丸四個。で、こうあるじゃん。道が3マスあるじゃろ ?3 マス、こう道があるわけだ。ってなると、2マス開けて、こう。ここが、バンとなるわけです。で、丸石のこう、ごめんね。僕、建築になるとさ、ガチになんだよね。よく僕は PVP やアスレチックしかないって思われがちだけれども、実は建築もあるんですね。一昔前、シーズン1、50人クラフト1期のさ、工場戦とかでは、僕、建築の造形師だったんですよ、実は。造形といえば、芋虫か僕でした。はい。ネオクラフトでケンアキラの顔を作ったのは誰？僕です。工場戦で、キノコ VS タケノコの工場戦のキノコ側作ったの誰？僕です。そういうことよ。みんなの目を騙し騙しできていた頃はね、僕が一番だったんですよ。でもね、ガチで上手い人たちだとか、その界隈ですごい強い人たちとかがね、入ってくるとね、やっぱり霞んじゃうよね。でもそれは仕方ないんですよ。パソコンだってそうでしょ？一時期はめちゃめちゃこのパソコンが一番スペックいいって思ってたと思ったら、2、3年したら RTX 4000番台とか出ちゃうんだからな。びっくりしちゃったよ。さすがゴッドシンゴ。違う、ゴッドコータです。座標コピーし忘れたので、教えてください。ですって。あら、じゃあ教えましょう。215-142 です。このようにメンバーシップに入ると、親切な人たちが自分たちのわからないことをすべて教えてくれます。これはすべてお金を払って参加してくれているからこその民度。この民度を味わえるのは、くんさんの参加型メンバーシップだけです。すべて？じゃあ、就活でうまくいく方法とかも？ええ、就活でうまくいっている参加勢に聞いてみましょう。すると、教えてくれます。多分、僕はわかんないよ。でも教えてくれるとは思う。やったー！ええ、ゴドンさんあたりが詳しいと思うわ。大人だから。手取り足取り教えてくれます。マインクラフトが初心者でわからない？そんな時はメンバーシップの人に聞いてみましょう。ほう、マインクラフトがわからないか。ではまず木を切ってみろ。あ、すごい！こんな感じでね。これ普通のサーバーだったらそんなことできないよ。ググれカスで終わるよ。メンバーシップの人は詳しく教えてくれる人もいるかもしれない。断言はしない。という人もいる可能性が高い。比較的ね。比較的僕は松の原木を切ります。みんなには多くの原木を使ってもらって、僕だけは松の原木を使います。松の原木の方が僕好きだからね。あ、いいんですか、ハマドリアサスバブーンさん。そんな氷渡りのエンチャントなんて使ったら重たくなっちゃうよ。これ50人クラフトでは禁止されてるはずなのに。でも大丈夫、メンバーシップサーバーは50人クラフトとは違います。氷渡りのエンチャントをつけたブーツで池を渡ったとしても、強靭なサーバーエンジニアのおかげで多少のラグには耐えてくれるのです。さすがメンバーシップサーバー。あー、やばい、セールス文句が止まらないや。アピールするところが止まらない。なぜかって、それだけ魅力があるから。それがくんさんのメンバーシップサーバー。みんなも入ろう。メンバーシップ50人クラフト、メンバーシップ、みんなも入ろう。メンバーシップすげえ、お安いでしょう。なんとこれが月々3000円で参加できてしまうのです。そしてプランがもっと安い方のメンバーシップは観光サーバーだけですけれども入ることができます。こちらのお値段はなんと観光サーバーのメンバーシップでいくら？900円ぐらい、わかんないや。
入ってないから。さ、3000円？ 900。900円です！すごいでしょ？しかもこの50人クラフト参加勢と遊べるサーバーのメンバーシップに入っていれば、なんと観光サーバーにも入ることができるんです。上位プランだからね。ネットフリックスとかで鼻くそほじってハリーポッター見てる暇があるんだったら、メンバーシップに入って素敵な思い出を作りましょうや。今なら半額？なことは、わからん。アウト。え？アウト？アウトじゃないだろ。ハリーポッター僕見たけど、メンバーシップでサバイバルした方がおもろかったぞ。ハリーポッターの映画僕前作見たけどよ。ぶっちゃけメンバーシップでサバイバルやった方が面白かった。この僕が言うなら間違いがない。だってめえ。まあそっか、ハリーポッターファームの人もいるからな。じゃあ、ハリーポッターと同じくらい面白い体験ができます。それなら文句ないだろ。ジャパネット感すごい。まあ、ね。セールスだから、セールス。これビジネスだから。ビジネスって聞くとお金稼ぎ汚いって思う人もいるかもしんないけれども、君のお父さんお母さんもね、知らない無知なおじいさんおばあさんとかに、よくわからない、なんか、スマホの充電器とかを5万円とかで売ってんだよ。電話とかで、これ安いでしょ？すごいでしょ？つって。そうやって君たちのご飯をね、養ってくれてるわけですよ。よくわからないノートパソコンとかさ。なお、コウタンにお金は入ってません。僕はね、お金のためにやってるわけじゃないからね。みんなの笑顔と素敵な体験のためにやっているわけですよ。コウタンのビジネスの認識がよくわかります。コウタンさんがどういう考えで動画を撮っているかよくわかりますね。ああ、僕は違うよ。僕は違う。今のはあくまでも、シンゴが昔言ってたこと。シンゴが昔言ってたなんか、参加型の撮影会で、老人とかに安いノートパソコン売っときゃなんとかなるからな、つってたから。それで、ああ、そういう考えの人もいるんだ、って思って。僕自体はそんな風に思ってないけどね。お前、キモいよ、ははごめんな、シンゴ。許してくれや。冗談ですよ。冗談。ピンポン、冗談ですって書いておいて。書いといてください。書いといてくれるとありがたいです。書かなくてもいいや。書かないでもいいけど、書いてくれたら、シンゴの名誉が保てる。シンゴ最低だな。まあ、そういったね、気軽な冗談も言える仲を作ることができるのも、またメンバーシップのいいところですよ。さ、作りましょうや。いい感じのもんだな、奇抜で。まるでコウタウンを象徴している。誰か多くの原木ないかな。僕、松の原木と丸石だけじゃ、どうしてもクオリティというか、表現の幅が狭くなっちゃう。あ、川か。あ、これもいいな。あ、レッドストーンブロック？いいね。じゃあ、レッドストーンブロック使おう。こういう高価なブロックをくれるのもいいですよね。僕の作った顔、シンゴに壊されてる。何？ダメだぞ。そういうことをしたら、このサバイバルサーバーで嵐なんかをしたら、アズカバンに入れられてしまう。そうなんです。実はメンバーシップのサバイバルサーバー、一見楽しいところに見えますけれども、実はとんでもない裏があるんですね。それが、ルールを守れない嵐さんや悪い人たちを閉じ込めるためのサーバー、アズカバンです。アズカバンっていう場所はアナーキーな場所です。チート以外は何でも許されちゃう。ただ、サーバーを重くしたりだとか、あと、むやみに人を傷つけたりだとか、そういうのはまあ NG だけれども、まあこのサーバーよりはルールは緩いって感じだね。荒らしたりだとか、人の物資を奪ったり、人を殺したり、そういったことをした人たちはそこに入れられてしまいます。そういったことをした人たちを嘲笑うことができるのもメンバーシップなのです。なんと、このサバイバルサーバーに参加できる人たちは、アズカバンにも行くことができます。では皆さんが建築している間にゴッドコータンアズカバンというサーバー行ってみましょうかな。と、ここがアズカバンです。見ての通り人は少ないです。が、入っている人たちはみんな悪いことをした人です。見てください。普通の先ほど皆さんが遊んでいたサバイバルサーバーとは違い、建物が一軒もありません。かつて村であった場所がボロッボロにボッコボコになっています。これは治安の悪さからですね。ですが、悪いことをしているとは言ったもののみんなお金を払ってるお客様。なので、サバイバルは遊ぶことはできるよというクンさんの広いお心のもと、やってるサーバーですね。なお、このアズカバンというサーバーは文字通りアズカバンなので、人を殴ったり殺したりする行為はある程度は許可されています。この通りね、ペチペチと殴っても、ほら、さっきのサバイバルサーバーでは許されなかった行為ですよ、これ。でも、できちゃうんです。さあ、こんな治安が、治安が悪いところはさっさとおサーバーはしちゃいましょうよ。あ！サバイバル2がフルになっちゃった！どうしよう！どうしよう！誰か！誰か助けて！サバイバルサーバー2がフルになってる。入れろ！入れろ！入れてくれ！僕を入れろ！うわあ！ザ・サーバーイズフル。誰か一人抜けてくれないかな？メンバーシップサーバーのハブです、ここが。メンバーシップサーバーの皆さんが、
とても楽しい思い出を作れるように、参加勢のみんなが丹精を込めて作ってくれたハブサバこそがここなんです。ちなみにあそこにあるアルゴンのアスレチックですけれども、もともとは僕のアスレチックでした。あ、金太郎さんが空気を読んで出てくれたおかげで僕が入れましたね。この通り、自分の自生にしてでも動画を、成り立たせようとしてくれる。これが参加勢のね、この鍛え抜かれた空気を読む力ってやつですよ。わかります?そこら辺のサーバーの人じゃこういうことはできませんよ。参加勢だからできるんです。そして、メンバーシップ、さ、ゴドンさんが抜けてくれた?何?ゴドンさんありがとうございます!わかる?メンバーシップに入ってくれてる人は、こんなに治安がいい。コウタンさんのせいでゴドンさんが抜けちゃった。ごめんなさい。僕が抜けてしまったせいでゴドンさんを抜かせてしまうことになってしまいました。申し訳ございません。はい、この通り、メンバーシップに入っている人に、こういう熱い謝罪をしてくれる。これがまたメンバーシップの特典でもあるわけですね。ほら、僕はね、普通人に謝ることはしませんよ。ですけれども、参加型で入って、ああ、ゴッドゴーダに謝ってほしいな。ああ、この参加勢にこんなことをしてほしいな。ってのがあったら、メンバーシップの1万円台に入りましょう。1万円のメンバーシップに入ることによって、名前の先頭に VIP とつきます。このカッコ VIP が重要なんですよ。VIP がついている人たちを見ると、みんなは恐れおののきます。え?この人、クンさんのメンバーシップに1万円も払っているの?すっげえや!クンさんの動画のクオリティが維持されているのは、半ばこの人たちのおかげと言っても過言ではないなと。すると、多くの参加勢や多くのメンバーシップの人は、その人に対してリスペクトを抱きます。そのリスペクトを抱かれたいという方、自己顕示欲があり余って、VIP だぞ俺はと、威張り散らかしたい方。VIP にだけディスコの VC があります。なんと、VIP にいる人はディスコードで喋ることができるそうですよ。普通の人じゃできないようです。これが、VIP の特典です。まあ、明確に特典ってわけじゃないけれども、気持ちだよね、気持ち。お気持ち特典ってやつだ。お気持ち特典。VIP に入ってる人はすごいんだぞっていうのがね。まあ、実際は名前の先頭に VIP ってつくだけだけれども、まあ、それでもさ、あれじゃん、楽しいし、何よりも、クンさんが、作った VIP しか入れない、そんなお家に入ることができるらしいなんですよね。なので VIP に入るのも一つの点ですよ。まあ、ただお金に余裕があって金が有り余ってるって人が入るべきだね。多分。自分借金してでも VIP に入りたい。まあ、そういう人は別に止めないよ。止めないけれども。VIP の奴隷です。ほら、言ってるでしょ。この春馬って方。普通、メンバーシップに入ってくれるだけでありがたいものなのに、1万円台の VIP って人の奴隷ですって。なんと、VIP に入ると参加勢や他の人たちをこき使うことができるみたいですよ。一例として、長月さんは、VIP の人に一発でやれと言われて実際にやったそうです。なんと、VIP に入ると参加勢に無茶振りができるそうですね。コウタンさんは VIP ですか?いや、違うよ。僕は YT だ。YouTuber ランクだよ。なぁ?あはは。社会人は余裕だからね。お金に余裕がある方は入ってくださいねってさ、そういう感じだね。できた。本当は松明とかが欲しいけれども、松明がなかったからな。仕方がなく松明なしで作ったよ。松明があればもっとすごい建築ができるけれども。ゴッドシンゴタウン、違うな!ゴッドコウタウンだ。さっきシンゴタウン作ったでしょ。ダサ!ダッサ!ダサ!なにこれ?なんか木でできたロボットみてえだな。ダッサ!うわ。わあ、ガチガチしとる。なんだこれ。これがコウタウンのもんか。まあいいでしょう。VIP の方はこれに手をつけていいですよ。はい、僕が決めました。ここに手をつけていい人は VIP だけです。名前の先頭に VIP とついていて、月々1万円払っている人だけが、この門に文句を言う権利がある。この門に文句を言ったり、この門に装飾を付け足したいって人は、VIP に入ってください。これは僕が勝手に言いました。あ、ほら。VIP に入っているお二人方。これ可愛い好きですね。僕は VIP だから褒めています。VIP 以外の好きな人は褒めません。ほら、VIP の人、うわ、すげえ、可愛い可愛い可愛い普通に可愛いやばいあ、可愛い色白、可愛い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 なんだこのブサイクあっち行けブサイクあ、VIP 可愛いいやー、VIP さんすげえですね。あら多くの原木を持っていらっしゃる。すごいセンスがいいですね。いや、僕なんてセンスないので、丸石の壁とか付き合っちゃいますよ。さすがビッグよ、VIP!大金持ち、将来いい大学に入る。将来いい会社に入る。絶対結婚する。いい子供が生まれる。お前が将来産む子供は絶対メンサ入るし、東大生だ。外国の、なんか、横文字いっぱいの超フリーダーです。あ。いや、僕将来って言ったから。将来。
将来きっとうまくいく。なぜかって、フリーターでお金があんまりないのにもかかわらず、くんさんに1万円をあげる。この心の広さは、もはや、あれだ、ツイッター買収した人、あの人よりも上だ。VIP はこんなにもおだてられる。おだてられたい？え？自己評価が低い？そんな人は VIP に入ろう。すると参加税が重っきし、おだててあげます。すごい！よっ！VIP さすが！よっ！天才！VIP すげえや！熱ありがとう。ありがとう。うわ、施しをもらった。僕なんかにこんな施しをいただけてたなんてとても、自己顕示欲が低かったのがどん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 高くなっちゃう。ありがとうございます。熱い。痛い。VIP に入れば、こんな仕打ち打てなくて済むのに。そう。VIP に入ればね。この動画はただのメンバーシップセールス動画になっちゃうな。まあいいでしょう。建物ができた方は呼んで、僕が見てあげますから。なんだこれ？石レンガのマンション。すげえな。宣伝しすぎてて好きです。配信のこういう感想を言ってくれる人いると嬉しいよね。あとおしっこしたくなってきちゃった。あ、すげえ。これあれじゃん。ドラゴンクラフトとかでよく見るさ、原木を使ったガチガチした建築じゃん。中世時代ってやつだよな。ゴッドコータン。バカ。違うな。バカじゃない。バカってのは誰を基準化にするのが大切だ。僕よりも下のバカがたくさんいる時点で僕はバカじゃない。僕よりも下のバカがいなかったらそれは僕はバカだと認めよう。でもコータンくんメンバーシップじゃないよね。恥じるべき行為だ。くっ、こんだけメンバーシップの宣伝をしておいて僕自体はメンバーシップじゃないなんて。くっ、恥ずかしい。穴があったら入りたい。コータン上やばい。上？上？何？上？え？ケンジン？おー！バカ野郎！なんてことをしてくれるんだ！なんてことをしてくれるって言ってるけど、僕こんなこと望んでないぞ。誰だ？これをやった奴は一体、誰なんだ？は？あの影は、あの影はまさか、VIP！ そう。VIP であれば、消え抜きを落下させたとしても、ペニガキ、VIP ってことにしとくんだよ。VIP であれば、TNT を爆破させられたとしても、まあ、VIP だし、と、なあなあになることができるんです。すごいぞ！メンバーシップもすげえな、なんかポコポコにさっちゃった。どうしよう。おい、ペニガキやめろ。あれだぞ。ペニガキがもしも、ペニガキじゃなかったら、アズカバン行きだからな。こういった行為をすることによって、先ほど紹介したアズカバンへと行ってしまうわけですよね。どうしよう、マチ。誰か、直して。どうしてくいてくる。あら、僕が放置している間に穴の中にあった。さよなら、コウタン。さよなら？僕は死んでねえぞ。どうなってんだ？うわぁ、ボコボコじゃないか。まあ、でもほらほら、さすがメンバーシップのすごい高い民度ですよ。この通り、荒らされてしまったお家だとか街だったとしても、あっという間に治ってしまった。僕も家作っちゃおうかな。僕だけが家、なんでさ、僕の顔じゃなくて、シンゴの顔がそこら辺に置いてあるん？ダメだよ。ここはコウタウンであって、シンゴタウンじゃないから、間違えるんじゃない。やめろ。オーストラリアとオーストリアを間違えると同じ感じだな。オーストラリアすごいって言って、オーストリアのこっち出されたら、本家の人はめっちゃ怒るし、中国人も日本人も同じでしょ、っつったら、みんな怒るだろ？そういうことよ。コウタウン燃えてる。え？ダメだよ。ダメだよ、それ。やっちゃダメだから。なにこれ。VIP の小屋。逆。VIP がこれ見る側。VIP がお客さんを買う側。VIP が買われる側になっちゃダメだから。君たちが入りなさい。邪魔する人は殺す。ごめん。ダメだな。特権よりも力なのか、やっぱり。じゃあ最後に僕はお家を建てますね。僕がお家を建てて、そしてメンバーシップに入ってきてください。そしたら僕が建てたお家を皆さん見ることができます。アスレチックばっかだな。僕が建てるスペースがない。ここに建てちゃおっと。ゴッドさん、モンスターやばいけど昼にする能力ないの？昼になれ！なんないわ。今なんか月がピクって動いて、むしろ元に戻った気がするな。だから動いてねえな、あの月。この夜は、二度と開けることはないかもしれないわ。月が動かねえ。100人で同時に寝れば、あるいは、確かに。メンバーシップのミントの力見せて、ダメだ。ベッドがそもそもねえだろ。ベッドが100人分あればの話だけれども、なかったらそんなことができない。100人分のベッドがありさえすれば、きっと、民度がいい、ここのメンバーシップのみんなは、同時に寝ることはできるんだろうけれども、まあ、そういうの、そんな都合のいいものないよな。
OP だとかクリエイティブだとかそういった力がある人がいない限りそんなことって結構ないよな。いや、僕は家を建てるんですけれどもね、クリエで間違っちゃない。別に僕は恥じたりしない。あら、ピングーの旗もらっちゃった。でもこの旗はあえて使わないよ。丸石でこのように土台を作りますと。みんな真似していいよ。メンバーシップでしか公開できなかった情報だけれども、ゴッドコータンは親切です。なので皆さんに僕だけのこのお家の作り方ってやつを教えてあげましょうな。土台でけえな。こんなでかくなくてもいいんだけどな。まあいいや。ん？遠征民ベッド待機しています。いけるか？みんなの力でよ、ベッドで同時に寝ることってさ、できんのかな？僕たちそんなことできんのかな？羊毛ある？ 300 個ある？みんな同時に寝れる？ 100 人で同時にできるのか？そんなこと。わからねえ。でもよ、クリエイティブさえあればベッドがあればよ。ベッドあるかな？ピップ力を貸してくれ。ピップにそのような力はない。おい。おい。DD バカ、バイ MC。誰？深刻な羊毛不足。なら仕方がない。あれだ、明けない夜はないって言うだろ？なんだっけ？明けない夜はないだっけ？冷めない雨はないだっけ？な、忘れちゃった。そういうのあるだろ？そんな感じだよ。僕がこの夜を、きっと、止まない雨はないだ。きっと、やめろ！勝手にやめろ！僕の家だ！僕が作ってんだ！お前勝手にやめろ！あ、ダメだ。メンバーシップに入ってる人だから、そういうのやっちゃダメだ。こだわりが強いとこ出ちゃってる。よくない。さっきカメスタさんに言われたら VC 来てさ、カメスタが VC 来て、で、僕に言った一言が、コウタンだったんだよ。あ？ってなったね。ゴッド&ピップハウス。あ、それだ。作るな！やめろ！汚れた地名。汚れた地名。ごめん。大丈夫。あの、やめろ！これは、メンバーシップゾーン、1万円のピップ様が座る、寝泊まりする素敵なお家なんだ。だから君たちは危害を加えてはいけないんだよ。わかる？ピップの人から見たら君たちなんて天竜人からした下民ですよ。わかる？ピップの人が心が広いからこそここにいることを許してくれてるんです。言ってピップにそんな権限はないんだけどね。じゃあ、階段で、こうしましょう。やめろ！ここは、ビップ御用達のお家ですからね。ビップがここで寝泊まりしたり、ビップがここで寝泊まりしたりするんだ。ありがとう。イヨミカンさん、ありがとうございます。ビップじゃなくてもこんなに優しい人がいる。え、そんなサーバー一体どこへ？そう、クンさんのメンバーシップ。クン、50人クラフトチャンネルのメンバーシップです。間違えちゃいけないのが、クンチャンネルではなく、クン50人クラフトチャンネルです。クン50人クラフトチャンネルのメンバーシップ。いいね。お腹痛くなってきた。どうしよう。下痢しちゃうかもしんない。メンバーシップ下痢うんこ配信になっちゃうわ。夜明けちゃった。ほら、みんなの願いが。やばい。みんな、やばい、うんこして。あ、待って、我慢する。みんなの願いが、叶って、一つに。待って、燃えてるじゃん！誰だ、燃やしているのは。ここでやっていることは、アズカバン行きの滞在だぞ。僕が作っているのはメンバーシップの1万円台の人たちに、ビップのお家だからな。絶対放火。確かに。あと、水やめろ。ここ、ビップのお家だからな。クンさんが作っていたさ、ビップだけのお家ってやつがあるでしょ。あれの、コウタンバージョン。劣化版と思う人もいれば、まあ、劣化版だな。まあ、劣化版だけ。ダメ、作っちゃダメ。僕の家。僕はね、作っちゃダメだよ。僕だけの家だから、君たちは。さっき、黄色いスキンがやってたな。黄色いスキン？信号。お前。見損なっちまったぞ。そんなことするようなやつだとは思わなかったのに。シンゴお前。ああ、ダメだってそういうことしちゃ。メンバーシップだからっつって、好き勝手やっていいはずじゃないよ。それぞれのリスペクトを持って行動しなければな。人を殺したりだとか、そういった行動もほどほどにしなければみんなアズカバンに入ってしまいます。いや、こいつは普通に人の家燃やすの？最低だな、シンゴ。悔い改めろお前。二度とゴッドなんて名乗るんじゃねえぞ。これはガチで。エンジェルにしとけ。お前はゴッドじゃない。いや、エンジェルでもデビルだ。デビルシンゴだ。そもそもシンゴって名前が良くねえな。庵野秀明監督だったらシンゴをさ、リメイクするときって、シンゴなのかな？それともシンゴ自体がリメイクされてんのかな？シンゴでゴっていう作品なのかな？よくわからんこと言ってんな。
やっぱ今深夜2時だからそんなもんか、頭は。頭パッパラッパーのメンバーシップ配信ですよ。参加勢のこういった意外な一面が見れるのも、このメンバーシップサーバーだけなんですよね。ですけれども、まあ、この動画はみんなの前に公開されてるわけだから、あれ、この動画でカットされてる部分はメンバーシップの人しか見れないって話ね。いいね、このマガマ、あ、ありがとう。あ、このチョコレートってもらってんな。このチョコレートってやつメンバーシップの方がくれたやつなの？だとしたらありがとうございます。じゃあ君にこのチョコあげちゃおうか。クッキーモンスターだけどチョコなんだな。え、なんか、え、昼間遅っ。え、昼間早くね？もう太陽沈むの。早っ。もう夕方なんだ。コータンさん、相方さんが殴ってきます。相方って言うな。バトルの？じゃないよな。その場合多分シンゴでしょ。ダメだよ、シンゴは相方じゃないからな。勘違いしちゃダメ。たまたま、同性の人だから、相方って言うな、マジで。よくないんだからな。あと、シンゴ、ゴドンさんのこと殴っちゃダメだよ。ゴドンさんのこと殴ったらね、参加勢の人たちでね、昔、参加勢でゴドンさんに必要にね、つれなリプライだとかね、そういうことをした人がいるんですよ。必要に、ゴドンさんが作った建築だとかを壊したりね。その人が今どうなってるかわかる？墓の中だよ。ゴドンさんに手を出してばっかり。だから、ゴドンさんにむやみに手を出すのは、良くないことなんです。わかりますか？ダメだから。そういうことするの。コータンさんに指示されただけなんです。と、彼は盲言を言ってるだけで、僕はそんなことしてない。シングは柔道の、服用性だから、こういうね、よくわからん言動しちゃうんだよな、たまに。ゴッドコータンはそんなことしないからな。ああ、目の前で一人大切な参加勢がいなくなっちまうよ。明日から49人クラフトだ。ゴドンさんというかいう、元参加勢の人に消されてしまうんだ。で、クンさんも記憶改ざんされるんだよ。クンさんはゴドンさんが作った個体のね、第24号だからね。クンさんがゴドンさんを作ったの。じゃあ、ゴドンさんがクンさんを作ったの。空き家。違う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 。全部間違ってる。1から10まで全部な。ここは、ゴッドコータンとメンバーシップの VIP に入ってる人たちのためのお家です。いい？この家に手を出すということは、このサーバーにいるすべてのビップを、シンゴラブコータン。違う！やめろ！それはあれだぞ。学校で全然好きでもない、そんな人たちと自分とでカップリングされるって、あれだぞ。よくないぞ。信仰、ダメだよ、それ。だいたいシンゴって未成年だろ？僕成人だから。僕がバンされちゃう。未成年版で。後から好きになればいいよ。嫌だね。でも結婚するとしたら元の苗字がゴッドだからわざわざ改名しなくてもいいのか。その点はお得だね。ゴッドコウタンとビッグ様の家。よし、できた。入っちゃダメだよ。ここ入った瞬間に、あれだ。末代まで呪いがかかる。生まれてくる子供はみんな何かしらの病気を患ってくるから。喘息が 98% だ。残りの 2% は多分みんなと一緒に学校で授業ができないレベルの病気だ。だからここに入ってくるのは絶対に良くないことだ。いいな。ここは VIP に入ってる人だけの限定の VIP スペースだ。ここで入るのはゴッドコウタンと VIP だけだ。ここに。今 VIP 以外の人が入ったな。VIP 以外の人が入ったってことはもうその人の子供はもうみんな喘息持ちで生まれる。ちょっとどいて。扉つけたいの、扉。扉つける。やろう！バカ！やめろ！あ、なんか、壊れてんだけど。出ろ。VIP だけだ。ほら。ようこそ、VIP さん。ようこそ。シッシッ。ちょ、ディディ、なんとかして、この人たちを追い出してください。VIP 以外は入っちゃダメ。VIP と一部の参加者を除いてダメですね。はい、ここに入っていいのは VIP だけです。かわいいね。かわいいじゃない。じゃあ VIP と一緒にお話ししようかな。じゃあ僕はね、VIP に入りたいと思えるような、そういうサービスですね。こういう椅子とかやってさ。で、ここに机を、ちょっとペニガキ邪魔。君は未成年だろ、まだ。お座るんですよ。あ、お仕事何されてるんですか？リッツさんお仕事何されてるんですか？建築業？すごーい。やっぱ肉体とか鍛えられてるんですか？わ、筋肉すごーい。私筋肉もりもりの人好きなんですよ。わ、剣がキラキラしてる。かっこいい。やっぱり VIP に入るってことは、それだけ賢い行いをしてるってことなんですかね。あ、あかりさん。わかってんだよ、お前。あかりさん、すっごい。かわいい。え、このふわふわしたスキンって配布ですか？え、
かわいい。配布だったらどこで配布されてるか教えてほしいな。わ、右手にリンゴとか持ってる。すごーい。あかりって、ネーム、僕の。前、あれだぞ。くんさんに言うからな。ゴッドクータンがくんさんに頼まれてメンバーシップの配信してたんですけど、ペニガキっていう人が村を TNT で爆発させて、お金払ってくれてる人たちのお家ぶちゃぐちゃにしたって。言うぞ。そしたらお前、なんか高校で習う範囲とか教えられるからな。わからんだろ。サイン、コサイン、タンジェントとか知ってるか？ん？僕はわかんない。でも、僕でもわからないレベルの内容を教えられることになる。それは苦痛だよ。で、間違えたらこう言うんだよ。あー、ペニガキじゃやっぱダメか。じゃあ、ニート部、今日休んどくって。嫌でしょ？じゃあ、出てきなさい。出てて。すぐ出て。ほら。あっちが、な、燃えてね！やめろ！燃やすな！ビップのお家を燃やすんじゃない！クソ！クソ！クソ！ここはビップのお家なのに。そう。それでいい。ほら、ビップ以外出た出た。ビップ以外の、匂いがついちまう。この配信だけでも何回も火災になる家。そんな燃えてんの、この家って。シンゴとコウダの愛のラブラブハウス。そんな猛言を書くような感じじゃない。シンゴラブコウダ。違うね。知ってるか？シンゴってゴッドってつけてるけどな。あいつ参加した時仲良くなりたくない参加勢にゴッドコウダってあげてるんだからな。なのに MCID の先頭にゴッドってつけてるってどういうこっちゃそれ。意味わからんだろうが。僕のゴッドコウタンの知名度を使って、なんかキャラ付けされよってからに。え？お前、この野郎、友達になりたいんだったらちゃんと、あれだぞ。ダメだからな、そういうことやんの。あー、VIP の方々！おや？ VIP の方々。ここはどういうお部屋だ？すべての信号に感謝。それ多分、あれだな、ノクターンが流れるやつだ。それ。まあ、こんな感じだな。おい、なんか十字架立ってんぞ。よくねえな。まあ、とりあえず、僕がいることによってこの家は燃えかねないので、一応看板だけ書いとくか。VIP、限定ハウス。おい、シンゴ今燃やしたの知ってっからな。お前1万円のお客様に向かってなんてことやってんだ、バカ野郎。よし、VIP 限定ハウスとした。いいね。はい、完成！ VIP ハウス！クンさんのメンバーシップ、VIP の1万円に入ることによって、入ることができるこの VIP な家。もしも入りたいっていう方、なんとこのブロック一つ一つがゴッドコーターの手置きです。一つ一つにゴッドコーターの手垢がへばりついており、一つ一つにゴッドコーターの DNA がくっついております。もしもゴッドコーターという生き物を生で感じたいという方、またゴッドコーターという生き物が作ったお家を入りたいという方は、ぜひビップに入ってください。マイナスのプロモーションかな、これ。なことはないな。汚そう。やめろ！ N 構成の手垢だぞ。綺麗に決まってんだろうな。ずっと家の中いて、まともに日光浴びてないんだから。汚いものとか、ほとんど付着してない。わかる？入る気失せたね。あー、じゃあ、あれだ。あれはね、イケコさんの手垢でできてる。あの家は全部イケコさんと、ニジュアゴさんの手垢でできてる、これ。イケコさんとニジュアゴさんの手垢ハウスです、これ。住みます！よかった。VIP 入ります！よかった。ね、これいい匂いするっすよ。ツーンとくるね、香水の匂いがプーンってするんですよ。いいね。じゃあ、そろそろ動画も終わろっかな。みんな、協力してくれた方ありがとうね。じゃあ最後に、ここをちょうどいいな。じゃあここでさ、記念撮影撮ろっか。せっかく集まってくれたみんなもね、サムネイルに映りたいでしょ、映りたいでしょ。ね？オビワンは？オビワン？逆に聞くけど、オビワンの手垢がついたお家って言われてみんな入りたいってなる？そういう時はね、お客様の気持ちになることが一番なんですよ。わかる？お客様の気持ちに。柿釜さんがいい。じゃあ、いいでしょう。柿釜さんの鼻くそも追加します。柿釜さんの鼻くそと、西矢子さんの手垢と、池子さんの手垢がついたお家です。ヤニャーちゃんがいい。じゃあ、ヤニャーちゃんも。音コータンさん、どうしたん、DD？ 来て、来て、どこに？ちょっと待って。スクショだけ撮らせて。はい、カシャー。はい。はい、カシャー、はい、カシャー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 、あ、いいねー、素晴らしい、さすがだよー。まだ、あ、何、ディディ、どうしたの？コータンさんの大好きなウィザーストーンを作りました。バカ野郎！そんなことをしてみろ！このコータンどころか、このサバイバルサーバー自体が吹っ飛ぶ結果になってしまう。
ということで、このウィザーの全貌が見たいという方は、ぜひメンバーシップへと、メンバーシップへと入ってください。この動画ではこのウィザーがどのようになったのかは映しません。あえてね。ということで、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。続きはメンバーシップで、メンバーシップ、50人クラフトのメンバーシップへ皆さん入りましょう。それではさようなら。バイバーイ。